セバスティアーノ・デル・ピオンボ、ラザロの蘇生、セバスティアーノ・デル・ピオンボは、ルネサンス期からマニエリスム期にかけて活動した、イタリアの画家、ベネツィア派の配色、ローマ派の、堂々とした構図で有名である。ピオンボはベネツィア派に属するが、活動のほとんどは、ローマであった。最初は、音楽家、主にリュートのソリストとして、ベネツィア貴族の中で人気を得た。しかし、ほどなく、画家に転じ。 ジョバンニ・ベリーに、続いて、ジョルジョーネの弟子となった。ピヨンボの作品には、この二人の影響がよく出ている。それで、サロメなど、ピヨンボの作品のいくつかが、ジョルジョーネの作品と間違えられたりした。ピヨンボの最初の絵とされるのは、サンジョバンニ・クリソスとも教会のための祭壇画で、師匠だった、ジョルジョーネのスタイルを手本にしたものだった。描かれているのは、二人の女性聖者、三人の、 男性聖者に向かって、朗々と説教している聖ヨハネスクリュソストモスで、手前にはマグダラのマリアもいる。1511年から1512年にかけて、ピオンボは、ビラ・キージのガラテアの部屋ノルネッテに、神話的題材の絵を描いていたバルダッサー・レッペルッツィの手伝いをした。そこではラファエロも、ガラテアの外線を描いていた。ジョルジョ・バザーリによると、ミケランジェロは、ピオンボの友人で、 ピオンボの絵が上達するようへの図案を提供したといい、具体的に、ビテルボのコンベンツある教会の、ピエタ、ローマのサンピエトロイン、モントリオ教会ボルゲリーに礼拝堂の、キリストの変容と、キリストの鞭打ち、そして有名な、ラザロの蘇生の四作を例として挙げている、縦3.5メートル X 横2.5メートル、1771年に、 木からカンバスに移された時の主人公の大きさは、等身大だったという対策。ラザロの蘇生で最も目立つのは、ディテールの知識、感情表現のクオリティ以上に、深い画法の理解である。この絵は1517年から1519年に、かけて、ジュリオ・デ・メディチのために描かれたもので、18世紀初めに、オルレアン公が購入するまで、ナルボンヌ大聖堂にあり、その後、 1792年にイングランドのオルデアンハウスギャラリーに移された。ラザロやその周りで忙しそうに働く人物たちには確かにミケランジェロの図案が認められると言われてきた。また大英博物館にはミケランジェロ自筆のものと思われるラザロの2枚のスケッチが残っている。実はこの絵はミケランジェロが描いたのだという意見もかつてはあったがそれはどうも疑わしい。なぜなら 絵の制作がスタートした時、ミケランジェロはローマを去っていたからだ。なお、ラファエロのキリストの変容も同じ頃、同じパトロンのために描かれたものである。2作は一緒に展示されたが、お世辞にもピオンボの作品が優れているという人はいなかった。ピオンボのキリストの鞭打ちは普通フレスコがとされているが、バザーリによると、 もともとは壁に、油彩で描かれたものだったということだ。この技法は、最初、ドメニコ・ベネツィアーノが実践したもので、多くの画家がそれに続いたが、色の黒ずみを防ぐのに成功したのは、ピオンボしかいなかった。絵の中のキリストの図案はミケランジェロだろうと、多くの研究家たちは考えている。ピオンボは、普通でも地質だったが、この絵と、キリストの変容には、完成まで。 なんと6年の歳月を要した。ジュリオデ・メディチが、ローマ教皇クレメンス七世になって、ピオンバトレが空位になった。その職をめぐって二人の画家が争った。一人は、これまで、比較的、貧しかった男で、名前は、セバスティアーノ・ルジャーニ。もう一人は、ジョバンニ・ディウーディネという男だった。修道士の服を身につけたセバスティアーノは、ジョバンニに、年三百スクード支払うという条件を持ちかけ、 このとても金になる職を手に入れた。言うまでもなく、デルピヨンボという名前は、この職に由来するものである。もし彼が、これまで道理父として、絵を描き続けていたならば、もしかしたら、現代では花にもかけられない存在になっていたかもしれない。鉛の職について以降、ピヨンボが描いた絵は少ないが、アクイレイヤの壮大死教のために描いた、十字架を運ぶ、キリストと、 キリストの意外と聖母といった作品がある。前者は石の上に描かれたもので、ピオンボ自身が開発した技法である。同じ時期にスレートにも十字架を運ぶキリストを描いていて、スレートがそのまま背景になっている。それは現在ベルリンのギャラリーにあり、そこにはやはり同じ方法で描かれたアリマタヤのヨセフに支えられるキリストの意外の絵があり、 泣いているマグダラのマリアの巨大な半身像も描かれている。セバスティアーノ・デル・ピオンボ、クレメンス・ナラセの肖像を晩年、ピオンボは、ミケランジェロの最後の審判をめぐって、ミケランジェロ本人と激しい口論となり、教皇に、絵は、油彩で仕上げなければならないとそそのかした。しかし、ミケランジェロは、フレスコでしか描かないという最初の意志を貫き、教皇には、 油など女たちか修道士セバスティアーノみたいな、怠け者にしか適さないと、きっぱり返答した。これ以降、二人の関係は、ピヨンボが死ぬまでずっと冷え切ったままだった。1547年、ピヨンボは、激しい高熱と多血質からローマで亡くなった。死ぬ前に、サンタマリアデルポポロ教会での埋葬は、聖職者、修道士、さらに明かりを抜きで行い、 節約されたお金は貧しき人々に渡るよう、遺言した。ピオンボの元には、多数の弟子たちが集まったが、ピオンボの地質さと自分に甘い性格のため、順応できたのは、トマーゾ・ラウレティくらいだった。ピオンボは、自分でも想像力に欠けるところがあると分かっていたのだろう。肖像画家として、有名になることに努めた。その中でも、ローマ、ドーリア・パンフィーリ美術館にある。 アンドレアドーリアの肖像は特に有名な絵の一枚で、ある、ロンドンのナショナルギャラリーにも二枚の恒例がある。一枚は、一方リトで、メディチスーキ教と一緒にいる修道士姿のピオンボの自画像。もう一枚は、ピアンボの初期の作品の一つとされていた、聖アガタに扮した女性の肖像画で、一方リトがスーキ教になる前の恋人だった、ジュリア・ゴンザーガが、モデルではないかと言われてきたが、 現在ではそれは疑問視されている。他には、マルカントニオ、コロンナ、ビットリア、コロンナ、ペスカーラ公爵フェルディナンド、ローマ教皇のハドリアヌス6世、クレメンス7世、パウルス3世、さらにミケーレ・サンミケーリ、アントン・フランチェスコ・デッリ・アルビッツィ、ピエトロ・アレティーノの肖像画がある。アレンティーノの妹のものと思われる肖像画も、アレッツォとベルリンのギャラリーにある。 セバスティアーノ・デル・ピオンボ、聖アガタのジュナン・フィレンツェ、ピッティグー、ありがとうございます。